包み作。やべ、聞いてる。やだ、天才が聞いてんの。こんなさ、8000人の聞かないでよ。8000人なんだから。跳ねるの扉が始まる時にね、監修で片岡飛鳥さんが入ってたの。ほんで呼び出されて、一組。タクはコンビではツッコミをやってるかもしれないが、跳ねるの扉では西野を育てるためにツッコミは西野にやらせてあげてくれないかと、ツッコまないでくれって言われたんです。包みたくは忘れたかもしれないけど、なんで俺がツッコミなのにそんな言われなきゃいけねえんだと、おかしいだろうかっつって包みたくは言ったの。ほんで俺はその時なんて思ったか、よしやった、ツッコミ苦手だから西野がやってくれんだ、ラッキーって思ってた。